はい、バーサスコム3機種目、今回は4号機のストック機、シンドバッドアドベンチャーは野本かの子でどうですか。特徴としてはですね、1ゲーム目マックス711枚、あとは通常時のリングチェリーの重複薬のビタ押し、まあ、いろいろね要素があって僕大好きだったんで、これも私物です、買いました。早速ちょっと打ちたいと思います。もう細かい話はですね、13時間あるんで喋りながらゆっくりまったり行きたいと思います。時間は現在ですね40分、もう間もなく7時から、翌8時まで、打ちたいと思います。それでは早速実戦をご覧ください、どうぞ。今日は、サミタにはエノカナがないんで、今回プレステ2です。プレステ2の、終了場以下、普通に通常の完璧な打ち方でオート開始スタート、いきます。さあ、いきますか。まあ13時間今回もあるんでゆっくり、はい、プレス当たってるな。今回の実戦も、スロテックさんのデータキング PC をですね、使って実戦を行います。これがあるとゲームカウントやらサマイ数やら PC で一発管理できるんで、かなり便利と。まあ一応エノカナもね、ここでスランプグラフとかも見れるんで、まあそれは実戦の最後にスランプグラフを取ったりしていきたいと思います。一応データキング PC もちょっと今画面には映ってないかもしれないですけど、スランプグラフあるんで、ぜひイエスローをやってる方は購入してみるといいと思います。プレミアとか出したいな、ゲッタも出したいな。今回はボーリングの球とかね、チャンスもあったわな今。おおおおおおおびっくりした。ギリか155、よかった、早かった。よし、157ゲームピック。さあ、1ゲームの師匠、とりあえずまずはチャンス待ちかな。遅れもいいな、きた、これテンパイラインにここに7が止まれば1ゲームライン、まあそうそう来ない。遅れた、遅れた時は3連、これでエフェクトが出れば1ゲーム連。気持ちいい、まあ1ゲーム連はお預けということで。はい、平均、630枚、今回は606枚の獲得と。さあこの後は160ゲーム近くまでは引き戻せる。おっと、今ノイズが走ったんですけど、ノイズ走った時は、チェリーとリングの複合薬が取れると。そうですね、はい、この左リール、ここをビタ押ししないと取れないので、またこれも面白い要素であると。さて、設定6の、あ、リング確率か、リング確率に設定差があって、おお、プレステ2の方はですね
ロングフリーズを引いてますひでえよひでえよ、大航海行ったよこいつですね、この榎本かな子シンドバッドアドベンチャーは榎本かな子でどうですか。打つにあたって一番の夢である、ロングフリーズですね、大航海モード、それを今回弾けたらいいなと思いつつ打ってるんですけども、まあ出ない、まあ出ないと思ったものがプレステ2がいきなり出しましたね。これいや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 、あれ開始30分ですよ、まだ開始30分でやべ、今日勝てねえぞこれ。あー勝てない、どうしようよし、この大航海が何連するか、あ皆さん予想してください。一撃何枚出るのかな。ちなみに、このプレステ2の現状のストックがビッグ26回レギュラー1回と、まあストックには十分ビッグがあるんで、どんだけ一撃で放出するかだな負け試合だよめっちゃ引いてるよ。すがすがしいね、こんだけもうビッグ引かれた。これ3000枚確定です。容赦ね、プレステ2の大航海の波が一旦ちょっと区切りができたのかな、現在3440枚、ビッグ6レギュラー1回の、3500枚近く差がついている状態で実戦スタートしたいと思います。お、ドン、よろしく、よし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 、さて、頼むぞ、600ハマりはしたくない、いやもうほぼしてるけど、よーせめてチャンス目1回は引こうよ。おーしよしよしよし、揃うんだ。いやーどうなの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 、うわーチャンス目来た、チャンス目来た、滑った、あーきたー、来てない、あー来てる来てる来てる、はい、あるあるある、あーしよし、おーちょっと見ますか、お化け蹴った、ちょっと確定画面出るまで、ああいい出目、ふう、ああよかった全て切った。603ゲームなかったです。さああとは1ゲーム連をさせよう、おお銀イルカ、銀イルカです、グッド、きたー、やったよかった、
1ゲーム連ゲッツ。遅れた。おお引いた。よし。よし、久しぶりだな。2000ゲームです。674ゲーム、10時13分。まあまだまだボーナスじゃないんですけどね。よし、来い。おう、やったはね。よし、やっと来た。長かった。720ゲームビッグ、162ゲームビッグ。バケだった、バケだったぞ。250ゲームバケ。おおお、熱い。ああ、よかったよかった。よしよしよし。危ない危ない。128ゲームビッグ。これね、絶対中段に止まる。やっぱり、くっそ、くっそ。あー、チャンス多いな。おお、来た、来た、やっと来た。すげえ無駄遣いした。18ゲームビッグ。おお、4ゲームビッグ。よいしょ。よいしょ、わし、来た。綺麗な出目。3ゲームビッグ。40ゲームレギュラー。32ゲームレギュラー。お、チャンス目、チャンス目。もう当たってもらおう。てててててててよし、チャンス。いやー、どうだろう。赤いよ。笑ってるよ。吹っ飛ぶよ。チャンス目、どうだい。おー、第4停止音がした。ありがとうございます、ありがとうございます。よかった、滑ってきた。早い。68ゲーム。ふう、おプラス2991枚。だいぶいい感じです。スルーしそうだな、これも。
どうだい。おお、いった。やったー。270ゲームビッグ。おーし、きた。よし、追いついたぞ。3ゲームビッグ。おお、フリーズした。153ゲーム。ショートフリーズでした。惜しいな。ロングが良かったな。お、逆転か。すげえ。あ、大後悔をまくったよ。おお、どうした？リーチ目か？リーチ目だな。リーチ目でした。ああ、111ゲームレギュラー。お、ラストチャンスか？おお、いったいった。おお、よかった。150ゲームビッグ。はい、時間は1時45分になりました。ちょうどですね、今ビッグ終了したところなんで、前半戦を終了したいと思います。前半戦の結果なんですけども、僕の方が3813ゲーム回しまして、獲得した枚数が3956枚。対してコンピューターの方が3528ゲーム回しまして2745枚となってます。前半ですね、いきなり1000円でロングフリーズ引かれたところで、ちょっと今日はどうなのかなと思ったんですけども、なんと巻き返すことができまして、今1200枚、僕の方がプラスです。後半戦まだあと6時間ですね、ありますんで、まだまだ結果が分かりません。一時あった5000枚差がまくれたんで、逆にさらに5000枚抜かれる可能性もありますので、後半戦また頑張って打っていきたいと思いますので、ぜひ来週ご覧ください。それではまた来週。